人間生き方が大切。アホ、バカ、役立たず、老衰した、ボケた、認知症になっている、軽度認知症になっている、こういうふうに人に見られると、一人前に扱ってくれない、仕事もなくなる、私は70になっても75になっても80になってもいくらになっても、人間やはり仕事する必要があると思う。仕事をするためにはそれだけの評価が与えられるような生き方をして、世の中から一人前の評価をもらわんといかん。その点、多くのサラリーマンは仕事を辞めたため、と同時に急に不活発になって生活が変わる、無動力になる。年取るとともに人は無能力になる。これをなんとか防がんといかん。それには努力と勉強しかない。その努力と勉強を怠る者は、所詮一人前として扱ってもらえない老人になる。もちろん仕事もない。もちろん家でぼーっとすることが多いんで、まあ認知症への道を急速に歩むことになる。